皆様こんにちは。本日は私石崎徹、選挙事務所前にて吉村博文日本維新の会共同代表がわざわざお越しをいただきまして、多くの皆様にお集まりいただきましたことをまず御礼申し上げます。誠にありがとうございます。そして私もともと自由民主党に所属をしておりました。私自身の不徳で離党し無所属になって活動しておりました。まずは皆様方に、地元の皆様方に本当にいろいろとご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。で、私は無所属の活動している最中にこの日本維新の会の松井一郎前代表はじめ、吉村博文大阪府知事はじめ、維新の会の皆様から再チャレンジの機会をいただきました。もう一度国政政党に所属をして政党人として衆議院議員3期務めた石崎さん、財務官僚の経験も生かして頑張ってよと、前回の衆議院選挙の際に大雨の中、松井一郎前大阪市長から激励の演説をしていただき、あれから3年経ったところでございます。その間、この新潟維新の会、この地域組織を立ち上げまして、細々とでありますけれども本当に熱いいい仲間に恵まれ、3年経ったところでございます。当初は私一人で始めたところでありますけれども、今日来ております3区の、支部長でございます吉村雄一郎さん、こちらも吉村さんですけれども、ダブルで吉村さんということになっておりますが、いずれにしましても本当にいろんな仲間に支えられて今日この場に立たせていただいているところでございます。そして伊賀市本部長をはじめ、私の支援者の皆様、今日集まりいただきました皆様、本当にお支えいただきまして、お支えいただきまして、選挙戦が明日から戦えることを本当にお礼申し上げます。そしてこれからじゃあ新潟の日本どうしていくのかということでございますけれども、今お配りさせていただきました私石崎徹の政策チラシ、一言でスローガン刷新でございます。今の政治どうでしょうか。政治と金の問題、皆さんも多分お腹の中からですね、そうだなと、解決したなと、そういうふうに思っている方はごく少数かと思います。この点、私どもこの日本維新の会は日頃の政策活動費、領収書の公開をはじめ、そして歳費の2割カット、吉村知事自身もやられておりますけれども、全国のこの維新の仲間がこの政治が自らの身を切る改革というものをやっているのでございます。今年1月に能登半島地震が起きまして、この新潟市内中央区もそうですけれども、お家、新築のお家が傾いてしまった、多くの被害が実はこの新潟市でも起きました。私どもこの身を切る改革によって捻出しましたお金をですね、一応この際に皆様にお伝えさせていただきますけれども、新潟県に1000万円、新潟市に500万円、この身を切る改革から捻出したものを、日本維新の会として、現金としてお渡ししてきたところでございます。こうした政治と金の問題、この皆様が納めていただいた税金の中から、赤ちゃんもそうです、お年寄りの皆さんもそうです、1年間1人当たり250円、 全国民で大体400億円のお金を政党に渡しして、それを政治活動のお金に使っていいというふうにしてから、かれこれ30年経ちましたけれども、当初のこの改革の理念が廃れ、またこの新潟においても1枚2万円のパーティーとか、こういうですね、さらに資金集めをして、それが一部は税金のかからない裏金に変えてしまった、まさにこの政治と金のめぐる問題が国民全体の政治不信を招き、さらに皆様方が
この政治から遠ざかってしまうことが本当にこれは危惧する話なのでございます。今ただでさえ投票率が 50%、 去年の統一地方選挙、この新潟市内もたったの 33% でございます。どうか皆さん、今政治を変えるためにも7割の方が今選挙に行かない、この現状を打破するべく、私石崎徹、隣に立っておられます吉村博文大阪知事、同じ40代の仲間ということでですね、皆様とですね、本当に政治を盛り上げていきたいんです。今日のこの告知の新聞広告にもすごく、少し刺激的でございますけれども、ビビらせましょう古い政治家をというスローガンと顔写真で呼び込みをさせていただきました。この後吉村博文共同代表から、まさにこの新潟の古い政治家に対してビビらせる演説をしていただこうではないでしょうか。皆さん、この後ですね、エンジンというか、この座談会も予定させていただきまして、皆様方から日頃のさまざまなテーマでご質問させていただくですね、機会を短時間でございますけれども、ご用意させていただきました。こうしたさまざまなテーマ、人口減少から教育から憲法改正から外交安全保障、本当にさまざまな課題がこの日本には、この新潟にも山積をしている状況でございます。私石崎徹のビラにも盛り込ませていただきました。さまざまなこの刷新の5本柱、4本柱、地域版、こういったものを実行に向けて頑張ってまいりたいというふうに思います。そして吉村博文大阪知事、この機会にちょっとご紹介したいんですけれども、実は私結婚しまして、あそこに奥さんいるんですけども、ちょっと支援者の方から一緒に活動するようにということで、ちょっとご紹介させていただいて、夫婦二人三脚で頑張ってまいりたいと思いますので、ちょっとご紹介させていただきます。ということで、私の話は以上でございます。私の話よりも吉村さんの話が聞きたいと思いますので、早速吉村博文日本維新の会共同代表大阪知事に演説をしていただきます。皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。